はい、じいちゃん。これからご飯作るんだけど、あれ？なんだこのトサカは？小さいトサカがあるよ、じいちゃん。ほら。面白いね、これ。あ、来た。今日ずっと寝癖つけたままです。かわいい。トサカだ。ねえ。じゃあパパさんね、今日ドリア作るんで、その人参を吸ってください。これですね。はい、あとご飯足らないからね、先にご飯を炊いた方がいいかな。なるほど。ねえ、兄ちゃん。兄ちゃん、かわいい。何見てママさんの撮影がちょっと久々だからすごいテンション上がってんじゃん。そうなの。でご飯作るからちょっと待っててね。いや、この人参はね、結構ね、力いいよね。え、キイちゃん、あれ、サランラップって買ったっけ？サランラップ買ったよ。雪丸くん、これ撮影してた時は、あ、乗ってくれた。このスリスリしてくる音にね、乗ってくるんですよ。今乗ってくんないの。ここまでやりましたよ。なんかもはや魚卵みたいだね。え、これサラダ。サラダにくるみ入れたいから、はい、じいちゃんのくるみ持ってきて。じいちゃんのくるみ、これにあえてオリーブオイルと一緒にやるの。もうオリーブオイルのドレッシングは作ったから。あ、さすがですね。こちらでよろしいですか？これもね、いってから入れた方が美味しいんだけど、そのままいっちゃうんですね。あ、けいこちゃんに言われちゃう。ひまるくんがもらえると思ってなんかうろうろしてるよ。すごい、こんなにくるみ好きなんだ。しかし相変わらずね、頭の上にトサカつけてる。小さいトサカ。お、美味しいですか？くるみになるともうほとんど丸飲みだね。おーおー、テンション上がってますね。よく混ぜた？今混ぜてる。トマトピューレみたいになってきちゃった。耐熱皿でグラタンの時みたいにいっぺんになる？うん、いっぺんにやった方が楽じゃない？はい、じゃあ今日はもうね、耐熱皿でね、ドカンと半角作ります。またグラタンね、以来ですね、グラタン以来。じいちゃん、お、鶏サラダ。はい、なんかすごいいい匂いするね。ね、手羽のね、はい、トロ、手羽トロ、うん、買ったの、はい、ドリアにも入ってるんだけど、全部だと多いから、うん、焼いてサラダに乗せます。はい、あれ、なんか下にいるぞ、雪丸くん。今度はそこにいたの。もうちょっとでね、出来上がりそうだけど、雪丸くんのテンションがだんだん最高潮に上がる。これはホワイトソースを上に乗せてるんですね。この上にチーズ乗せるの？本当はね、チェダーチーズじゃない方がいいんだけど、とろけるチーズの方が美味しいじゃん。買い物行ったのに買ってくるの忘れちゃったのよ。あかんやん、これ。あー、失敗した。あー、だめだ。失敗したそうです。難しいことになってる。あー、もう芸術は爆発だ。めちゃめちゃだね、これ。とろけるチーズだからさ、こんな、うん、まあいいね。まあいいんじゃない、いい感じになると思います。溶けるしね。うん、落ち着いた。相変わらずその、ね、頭のね、羽がおかしくなって。まあ、もうちょっとバーサー切ってもらえばよかったな。失敗した。粉チーズがさ、勢いよく振りかけられてるからテンション上がってるよ。
ちょうどいい頃合いじゃないでしょうか。焦げたな、意識どうしよう。まあいいか、火は通ってるから。うん、おお、熱っ。熱いよ、やけどするよ。うん、リズムに乗ってらっしゃる。ケーキだね、これは。うん、わー、すごいすごいすごい。すごい熱い。うん、焼きたてだからね。ビーちゃんのテンションがすごいね。ケーキのうん、まあいいですね。うちにはそんなないの、いろいろ。うん、なんかやっぱグラタンとかさ、ドリアとかこういう系がすごいテンション高まるんじゃない。ああ、いやすごいよ、さっきから振動がすごい来る。これおかわり自由ですか。いやーこれはね、ちょっとかつてない。チキンサラダ食べよう。はい、じゃあ食べましょう。はい、かけますよ。はい、すごいテンション上がってるの、ゆきまるくんが。すごいドロドロだ。ドレッシングというより人参ピューレ。ドロドロだ。そうね、ピューレだね、ほんと。うん、もうちょっとお酢入れた方がいいんじゃないかな。あー、でもこれ酸っぱいの嫌でしょ。いや、そうでもないけど。入れちゃうね。はい、私は平気だから。はい、召し上がれ。はい、まずサラダからいっていいですか。はいはい。この人参とキャベツたち、うん、食べる前に、うん、食べてます。ちょっとね、人参のすりおろしを入れすぎました、うん、なんかドレッシングじゃないみたい、うん、なんか人参食べてるみたい、うん、震えてます。なかなかですね。でもね、お酢とね、油足せばいいの。ちょっと硬すぎた、今ね。うん、ね、ゆきまるくんがテンション上がるの分かる。これはやばいよ。はい、ごちそうさまです。ごちそうさまでした。いや、結構ね、3回おかわりして食べちゃいました。すごいね。明日ちょっと食べるとかないもんね。いやいや、美味しかったらもう全部食べちゃう。いやいやいや、違うこれはね、お店で出てきたらもう爆裂の売れ筋商品になっちゃうぐらいよ。だって食べ過ぎたもん、本当に今日は。オーバーカロリー。そうだね。ね、だって食べ過ぎちゃったでしょ。食べ過ぎた。これ中身何入ってたの？鶏肉と玉ねぎとしめじとすりおろした人参を、うん、まあ、バターで炒めるんです。うんうんうん。で、塩コショウと、うん、あと白ワインちょっと入れて、うん、あとコンソメね、あ、入れてます。これあの人参嫌いな子供にもさ、もうめっちゃ食べれるよね、うん、全然わかんないと思うよ。すっごい人参食べれる。これなんか最初カレーかなと思ったんだけどさ、人参の色でついてんだね。そうだよ、黄色っぽい感じ。ケチャップとかさ、そういうの何にも入れてないから。うん、いいですね、うん、あれ、ドレッシングも何入ってたの。これドレッシングはね、粒マスタードとピクルスのね、はい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 、あの刻んだのと、うん、あと人参すりおろしたのと、うん、あとオリーブオイルとお酢、うん、塩、コショウ、はい、ちょっとの砂糖、はい、です。ちょっと今日はね、満足感が高すぎるんで、もうこちらで終わりにしましょう。それでは今日の動画が良かったら高評価、コメントよろしくお願いします。じゃあねー。